はい、どうも、ひこぶんです。ダイソーへ行ったら、ナーフもどきが売っていたので、買ってきました。その名もソフトガンです。吸盤の矢が飛び出す。お値段なんと200円。試しに買うにはいい値段です。ダイソーの値段は半端ないっすね。そっくりなデザインのやつがね、ナーフにあります。ただ、リロードのシステムはちょっと違くて、ナーフはグリップの下のバーを引っ張ってリロードするんですけど、これは上部を引っ張ってリロードします。より本物に近い感じですよね。ただのもどきではないです。スポンジ弾は吸盤状のものです。裏面もあります。まあ単純ですね。スポンジ弾を入れて上部を引っ張ってトリガー引いて発射です。で、対象年齢が6歳以上です。結構低いですね。威力は弱いみたいですけど、目に当たると危険なので注意してください。それとちょっと分解して安全弁を取り出すとちょっと強力になるらしいんですよ。それもやってみたいと思います。そうなると対象年齢は6歳以上ではなくなるので注意です。自己責任でお願いします。まあなんでこれ買ったかっていうとね、これが打ちたいからなんですけどね。これほんとね、楽しいんですよ。私のリンクから買われると売れたかどうかわかるんですけど、まだ1台も売れてないようなのが不思議です。もうこれはいいものですよ。では開封してみます。屋台の景品に普通にありそうですよね。500円のくじに入ってそうです。まあ大量に仕入れるからこんだけ安くなるんですかね。で、銃はこんな感じです。とても未来チックで悪くないです。グリップ部分、ちょっとこの辺が尖ってて痛いです。まあ子供が持てば全部ここ入るんですかね。この状態でもトリガー引けるんですね。ロングレンジエフォーツ、これがちょっとねツルツルしてて安っぽさがあります。こちらナーフですけどね、こういうねザラザラした質感の方がねいいですね。比べてみるとね、ナーフの方がお金かかってるんですね。こういうねモザイクチックな模様があります。この辺の加工とか細かいですしね。こちらが200円です。まあ200円ならね OK ですけどね。これがサイトです。まあここへこんでるんですけど、こっちに出っ張りがないと意味がないですよね。ではちょっと空打ちしてみましょうか。ちょっと引いてみます。おお、この感じ悪くないです。本物みたい。いや本物とは程遠いですけど、この感じがね。では打ってみます。おお、悪くない。子供がやるにはこれちょっと硬いような気がしますけどね。空気がどんな感じに出るのか見てみます。まあ弱いっすね。おもちゃといってもね、銃口を覗くの怖いっすよね。ではちょっと弾を入れてみます。先端の重さによっても威力変わるでしょうね。これちょっと薄いです。こちらはナーフのエリート弾です。スポット入れて、どこまで入んだこれ。これが出るみたいですね。ではちょっと撃ってみます。動くな、手を上げろ。おお、打ってみると結構手応えはあります。飛距離はね、実際に後で外で試してみますけど、ちょっと手に打ってみます。おお、痛くはないんですけどビビりますね。もう一回いきます。
おお。いや、痛いかな。これでも十分威力ありそうな気がしますけどね。では、これの登場です。50センチぐらいから撃ってみます。悪くないよ。これ威力上げなくてもいいような気がしますね。いきまーす。悪くない。クリスマスプレゼントはソフトガンと1500円のこのターゲット、合計1700円。これでお子様満足です。もう一発いきます。悪くない。ちなみに弾はナーフよりもちょっと短いです。なんかナーフも打てそうですけどね。ちょっとやってみます。なんか問題なく打てそうですけど。おー、全然問題ないですね。最後 OK です。そのまま普通に打てます。まあこの距離でやってるのもなんなんでね、ちょっとベランダで打ってみましょうか。改造する前にね、これの性能をね、全部見ておきたいですね。では射撃テスト行ってみたいと思います。ナーフのジョルトはね、飛距離は十分でしたけど命中率がいまいちでしたからね。果たしてこれはどうなることやら。2メートルぐらいありますね。では緊張の一瞬。すごい上飛んでった。バレルが短いとね、命中率下がりますよね。いや、狙いがまずったのかもしんない。ちょっとね、ここ見てみたんですよね。やっぱりいまいち照準の仕方がよくわからないです。普通に狙って撃った方がいいかもしんない。あ、そうですね、ここの照準使わない方がいいみたいです。難しいなこれ、感覚ですね。おお、ほどほどに命中率が悪い方が楽しめるかもしれない。難しいな、ここか。いい線いってます。もしかしたらエリート弾の方がいいかもしれないですね。ナーフのエリート弾でやってみます。ゴー。悪くない。この位置で当たらないっていうのもなかなか厄介ですね。だいぶ下行くな。当てるのが難しい。この上部引いてのリロードはとてもいいですね。本物チックで。いい具合に当たんないな。見事に当たらないです。おお、ダメだな。だいぶ下に行くのかな。あー、上行っちゃうな。これはエリート弾です。おお、当たった。やりました。やはりエリート弾の方が命中率は高いです。もうちょっと距離を空けてみます。3メートルちょっとありますね。残り2つを倒したい。弾がね、3メートル先ぐらいで、ね、こんな風に曲がってました。命中率はやっぱりダメですね。普通の拳銃みたくね、もう少し長くしてくればよかったのにね。変にね、デザインナーフを真似しちゃったからね、ダメですね。そこは普通の拳銃でよかったのに。うほっ、いや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 、こっちの方が普通にまっすぐ飛んだ。
これは期待できる。ああ、下行っちゃった。もう一度行きます。やっぱ下行っちゃうな。エリートガン距離出るとね、ちょっとブレちゃうかもしれないです。その的の手前で下にガクンと落ちました。ドライブシュートですね。もう一回いきます。まあ飛距離はそこそこありますが、命中率がダメです。ただ狭い部屋にある分には命中率が悪いぐらいが楽しめると思います。やっぱりね、スポンジ弾とターゲットがあるとね、楽しめます。まあ、せっかくなので、この安全弁を外してみます。このネジの入ってるね、穴は結構狭いので、ここはね、細いネジ回しじゃないと無理です。とりあえず全部記録してってね、わからなくなったらね、参考にできるようにしたいです。とりあえず上のオレンジの部分を外しましょうか。あ、外れました。接着剤でくっついてるのかと思いました。中はこんな感じです。ここにバネがあります。取れました。外しますよ。いいですか。この状態を覚えておいてください。こういう向きではまってます。輪っかが中央の方に来る感じです。この辺ね、間違えないようにしたいところです。あ、ここは一体型なんですね。この辺も外さないとダメなようです。200円だから分解できます。外れないですね。これを外すのかな。あ、このリングでね、ここ2つ合わせてます。危ない危ない。これで簡単に、このグリップ部分もはまってるようですね。この穴が狭いんですよね。あ、ここも外さないとダメだ。ここでもこのグレーのをこう合わせてるようです。こんな感じに。これで外れるはず。あ、外れますね。おお、出た。構造は単純です。単純だけど自分で作れと言われたら作れません。これすっぽ抜けんのかな。気をつけて。はまってますね。で、これがバネです。おお、出た。この部分ね、油でギトギトなので注意です。いきなりね、バネでボヨーンなんて出てきたら怖いんでね、押さえておきましょう。これが安全弁みたいです。これを取り除けば OK です。亀裂入ってますね。折れそうな感じがあります。こう白くなってます。こう戻す。OK です。うわ、ベトベトだ。妖怪ベトベトン来ちゃいますね。で、戻します。そんでもってここにはめます。これシリンダーは向きに気をつけてください。この平らになってるのが下です。で、この棒をね、ここに入れます。こっちじゃないので注意です。で、バネはこっち側に来ます。なので、こうなんとかね、バネをこう押さえつつ、こっち、バネこっちに来ちゃダメです。こんな感じに入れます。これで OK かな。で、このグレーのパーツをはめます。トリガーのバネも効いてます。これで OK ですね。これをはめます。これがね、中央の方に向きます。
この棒にバネを入れます。OK です。ちょっと仮止めで打ってみましょうか。いっかな。うん、 OK です。これを外しても打てます。これは何でしょうね、スプリングの戻り具合をこう狭めてるんですかね。どうでしょう。結構油がすごいんで気をつけてください。これももうベタベタですね。ちょっと油で磨いてる感があっていいです。では外で射撃テストです。では一発目いってみたいと思います。実銃じゃないのでね、爆発する心配がないのがいいです。いきます。おー、なんか強くなった気がします。OK です。うん、命中率も上がったかな。これはナーフのエリート弾です。うん、ちょっと右にずれたかな。ちょっと感じが分かんないですね。そういえばここに弾をストックできるらしいです。素晴らしい。ただ照準の役目なしです。邪魔ですね。どうもこの辺がねゴテッとしててね、照準がつけにくいんですよね。ダメだな。OK です。うん、照準のつけ方が分かってない気がします。いや、OK です。OK 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 です。というわけで威力は増しましたが、やはり弾道にブレがあるかなという感じです。でもね、200円で十分楽しめる感じだと思います。